んだかイライラするのだ。気晴らしに自分より弱い生き物をいじめてやるのだ。僕より弱い生き物は冬眠中のカエルやセミの幼虫しかいないのだ。田んぼの近くの地面を掘るのだ。見つけたのだ。ぐっすり眠っているのだ。うんちをぶっかけてやるのだ。そしてまた穴に埋めるのだ。これでこのカエルは春に目覚めたとき、うんちまみれの自分に驚愕するに違いないのだ。ふっふっふ、サマーミロなのだ。いい君なのだ。ずんだもんくん、今してたこと見てたからね。はん、同じクラスのつむぎなのだ。いつもいい子ちゃんぶったうざいやつなのだ。かわいそうなことはやめなよ。うるせえのだ。たかがカエルなのだ。カエルだって生きてるんだよ。いじめたらダメに決まってるでしょ。そんなこと誰が決めたのだ。カエルなんかクソをかけようが、いくら殺そうが自由なのだ。お前も普段は鳥とか魚とか普通に食べてるくせに、バカじゃねえのなのだ。バカはあなたでしょう。食べるのと意味もなくいじめるのは違うでしょう。マジでキモすぎ。はあ、このことは先生に報告しとくから。マジでキモい。最低。畜生、あの太もも女、僕のことを侮辱しやがったのだ。優等生で見た目は美少女だから調子に乗ってるのだ。イライラするのだ。絶対に許さないのだ。こうなったらめちゃくちゃにしてやるのだ。クソ女め、めちゃくちゃにしてやるのだ。もう誰も僕を止められないのだ。